タチアナ言葉は、ロシアの歌手、女優、プレゼンター、ミスロシア2006タイトル保持者、ポップグループの元ソリスト。2006年のタイトルを獲得し、2007年、ミスユニバースの有力候補として出場するも、準々決勝で敗退した。ソ連時代のロシア連邦共和国ロストフ州、ショーロホフスキー生まれ、1985年9月3日に、 ロストフ州のショールホフスキーで穏和な家庭に生まれる。父ニコライは、鉱山労働者、トラック運転手として働き、後に企業家になる。母マリーナは会計士として銀行に勤務。兄弟は、妹のエカテリーナがいる。学生時代に、初めてのコンテスト、ミスオータム98に参加し、ミスチャームのタイトルを獲得。その後南部連邦大学で経済と、 危機管理を専攻する傍ら、代理店、イメージエリートのトレーニングコース、プロフェッショナルモデルにて、モデル業の基礎を固める。5割3分の得票率で、ミスロシアを獲得、ミスワールド等の国際大会でも勝利を得た。ありがとうございます。